っと前の方のねプレッシャーになっちゃうと困るんで、ゆっくり行きましょう。86だ。ああいう方のね走りをね模範とさせていただいてね練習したいと思います。スムーズですね。全然普通にリーンインで走られてますね。リーンインで走ってもこんなに速く走れるんだなって感じ、ね、無理に体重移動なんかねしなくてもいい、ね、リーンウィズか、リーンウィズ。私はなんかね無理にハングオフさせてこう走る練習をしてるからグイグイってやってますけど、自然な感じで乗られてますね。熟練の技というやつですかね、私はね全然ね熟練の技も何もクソもないので、すごいスムーズ。多分これ譲られちゃうとねこうプレッシャーが私感じちゃうんで、抜かさないように気をつけないといけないんですね譲られても多分困るんで。ちょっと遠目からね見守っておきましょう。第一駐車場、頑張ってる。
さっきのロドスター、うろうろしてるのね、やっぱりね。橋の継ぎ目がぶっ飛びますよって書いてありますね。うん、ここ危ないね、うん。過去にぶっ飛んだ人がいるんでしょうね。よく見るとね、看板親切ですね。危ねえよって書いてあるもんね。橋の継ぎ目。コーナーとか結構分かってらっしゃるんですね。橋がないコーナーとかは突っ込めますよって。ああ、かなり走られてる方なんでしょうね。私そんなにまだ熟知してませんので。下り坂複合カーブ、いやでも奥多摩楽しいわ、やっぱ。ここは橋の継ぎ目だから行っちゃいかんと。あの方の走りを見てるともうなんかそれだけでコース詳しくなれそうですね。うん、素晴らしい。あの方の走りを真似させてもらおうかな。なんかでもケツ動かさないと逆になんか結構大きい深いコーナーとかなんか、曲がるの怖い気がしてきたな。
し、降りてきましたよ。いや、周遊楽しかったわ。やっぱり奥多摩周遊やっぱ楽しいっすね。ガチ勢の走りみたいなことはねしてると相当動画として問題となってしまうんで、あくまでね私のレベルなんではね、スポーツライディングですよね、スポーツライディング。まあでもそういう中で体の使い方とかね、基本的なことを意識しながら走ることによってやっぱり上達していくんじゃないかなっていうね、思いますね。上達してどうすんだとかね、そういうツッコミはねちょっとご勘弁ください。別にそこに行き着くところはね何もないですけど、確かに何もないですけど、楽しいからしょうがないんですよね乗ってて楽しいから、しょうがないんです。そういうことでね、奥多摩周遊道路を周回してきました。今日の動画はねこれで終了したいと思います。バッテリーがまだ続いてるかどうか分かりませんが、これで終了したいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。さようなら。